ちょっと未浄に。文久元年、西田ことは、5月6日の日に、歯が痛いので、専属の稲荷さんへ参ろうと思って家を出た。専属なら、斜めに北へ行かねばならぬのに、何気なく東の方へ行くと、別所の奥田という家へ嫁行っている同年配の人に、道路上でぱったりと出会った。そこで、どこへ行きなさるという話から、諸屋敷へ参ったら、どんな病気でも皆助けてくださるということを聞き、早速お参りした。すると、夕方であったが、親様は、よう帰ってきたな、待っていたで、と仰せられ、さらに、ちょっと未浄に知らせた、とて、神様のお話をお聞かせくだされ、八太鼓の極をくだされた。お話を受けたまわって家へ帰る頃には、吐いたはもう全く治っていた。が、そのまま4、5日参らずにいると、今度は目が悪くなってきた。激しくうずいてきたのである。それで早速お参りして伺うと、未浄に知らせたのやで、とてありがたいお話をだんだんと聞かせていただき、拝んでいただくと、帰る頃には治っていた。それから3日間ほど、弁当持ちでお屋敷のお掃除に通わせていただいた。こうして信心させていただくようになった。この年ことは32歳であった。